ハインディヒラスペ、ハインディヒラスペ、ハインディヒロスパ、1204年から1247年2月16日、バルトブルクは、中輪年砲白、在位。1241年から1247年、1227年から、オイ・ヘルマン2世の後見人を務めていた、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世及びその息子の、コンラート4世の対立王、在位。 1246年から1247年。父は、チューリンゲン砲白ヘルマン一世。母は、バイエルン公王党一世の娘ゾフィア。ルートビヒ四世の弟、コンラートの二。ハインリヒラスペという名前は、チューリンゲンの君主一族であった。ルードビング家に、しばしば現れる名前ではあるが、ほとんどは、君主の弟につけられる名前であり。 本校の人物ほどの重要人物は他にいない。ただし、学問上は区別のため、この人物を、ハイン・リヒラ・スペ四世と呼ぶ場合もある。1227年に、第六回十字軍に向かう途上で亡くなった兄、ルート・ビヒ四世の後を継いだ老いのチュ元リ伯、ヘルマン二世の後見人を務めた。ヘルマン二世の母で後に聖女となるエリーザベとエルジェーベトとは、 不和な関係にあり、後に彼女をバルトブルク城から追放した。後の伝説では、バルトブルクからのエリーザベとの追放は彼のせいだとしているが、それは事実であろうと推測されている。紅白夫人、あるいは紅白の母という地位から降ろされたエリーザベには、実際に彼女が言った通り、キリストの模倣以外に進むべき道はなかったのである。年まで、 ヘルマン二世の後見人を務めたが、実験はハインリヒが掌握していた。ヘルマン二世は1241年に急死したため、後世の歴史家から毒殺が疑われているが、ハインリヒが、老いの毒殺に関わった可能性は、低いと考えている。現在残っている、当時の重要な文献の中にそうした言及はなく、ヘルマン二世、自身1234年から、中林元炮白として、 文章を作成しおり、おじとの確執を伺わせるものはないことから、疑いはないと考えている。同年、ハインリヒはヨーロッパを襲ったモンゴル人との戦いに参加した。エリーザベトが1231年にマールブルクで亡くなった後、ハインリヒと弟のコンラートは、寛大な贈り物として、ドイツ騎士団をマールブルクに定住させた。1234年の夏に、 ドイツ騎士団は、コンラートの入団を受け入れ、エリーザベトが寄進した生、フランツィスクスイコールホスピスの運営を引き継いだ。コンラートは、教皇グレゴリウス旧姓によるエリーザベトの劣勢実現に向けて努力を続け、1236年5月1日の劣勢式には、ハインリヒと並んで神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世も出席した。1242年、ハインリヒは、 ボヘミア王バーツラフ一世と共に、フリードリヒ二世の未成年の息子である、コンダート四世の代理人に任命された。これに対抗しようとする諸公による戦争への動きを、阻止しなければならなかった。一方、1242年までに3度結婚したが、子供は得られなかったため、老いに当たるベッティン家のハインリヒ三世、義のマイセン編脅迫、ディートリヒの息子を、 中林元炮白の後継者として、認めるようフリードリヒ2世に働きかけた。1245年、教皇インノケンテウス4世による、フリードリヒ2世の波紋、敗位を受け、ハインリヒラスペがその座に押された、対立王。マインツ大司教ジークフリート3世、フォンエップシュタイントケルン大司教コンラート1世、フォンホッホ,ッホシュターデンがこれを支持した。 ハインリヒは1246年5月2日に少数のドイツ諸公によってビュルツブルグ近郊のファイツヘイヘハイムデオに選出された。選挙の結果を受けてローマへ向かったことから彼はすでにレックス・クレリコラム聖職者の王との添え名をつけられている。コンラート四世が王位を放棄することを拒んだためハインリヒの王位は宙に浮いた状態になった。ニッタの戦い。 1246年8月5日で、ハインリヒはコンラート4世を打ちまかし、2つの宮廷都市フランクフルトとニュルンベルクを奪取した。しかし、1247年の冬にハインリヒは、ウルムとロイトリンゲンを包囲したが、ロイトリンゲンの小規模な戦闘で怪我をした。彼は、バルトルクに引き上げ、1247年2月16日に、この地で亡くなった。アイゼナ派近校。 カタリーナ修道院の両親の傍らに葬られた。心臓は1235年にエリーザベトを称えて創建されたドミニク海の伝道教会に安置された。ハインリヒラスペが亡くなったことでルードビング家の男結家系は断絶した。このため、ハインリヒの名にあたるゾフィー・ホン・ブラバント、ルートビヒ四世とエリーザベトの娘でブラバント公。 ハイン・リヒ2世の妻が後継者を主張し、マイセン・辺境白ハイン・リヒ3世、ひいてはベッティン・ケとの継承戦争が勃発した。次の対立王には、ホラント博・ウィレム2世が擁立され、フリードリヒ2世、コンラート4世不死死後単独の王になったが、1256年に、あっけなく戦死、ドイツは大空位時代を迎えることになる。1228年の初めに、 ブランデンブルカ編共博アルブレヒト2世の娘、エリーザベト1206年、または1210年から1231年夏と、結婚1238年に、オーストリア公、フリードリヒ2世の妹ゲルトリュート1210年まは1215年から1240年、または1241年と、再婚1241年には、ブラバント公、 アンリ二世の娘ベアトリックス、1225年から1288年と再婚している。アンリ二世には、そのほんの少し前に、兄ルートビヒ四世とエリーザベトの娘ゾフィーが、とついでいる。また、ベアトリックスの母マリアは、シュタウフェン家のローマ王、フィリップの娘である。常実の通り、いずれの結婚でも子供は得られず、おいのハインリヒ三世を、後継者に指名したが、 名のゾフィーはこれを認めず、死後に継承戦争が始まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。